はい、であと道路に関しましてはですね、高速道路、通行止めがですね多数出ておりますけれども、こちらの情報にあります通り、災害を優先した災害復旧を優先した緊急交通路指定路線がありますので、高速道路の方はですね、安全が確保できても、通行止めが継続されるという路線もあるかと思いますので、引き続きこちらの最新の情報も確認をして高速道路の方も活用してください。はい、あと鉄道ですね、今日の朝、始発に向けての鉄道の状況についてお伝えしたいと思います。はい、鉄道の状況ですが、昨日の段階でですね、首都圏、の私鉄および JR の方も徐々に復旧が始まっております。で、今日この朝の段階ではですね、徐々にその、首都圏の方もですね、平常運行に戻る路線が増えてくるというふうな情報が入ってきておりますが、こちらに挙げている路線ですね、こちらについては引き続き首都圏の中でもまだ復旧のめどが立っていない、あるいは遅延等が発生する可能性が高い路線ということで、こちらの方残してあります。でそれから長野県の方ですね、こちらの方も地震によって上越線と飯山線の方が、この後、朝にかけてもまだ引き続き運転見合わせの可能性があるという状況です。まあ、東北の方はもう引き続き、影響大きいですので、今日明日、これ以上、さらに影響する可能性が高いという状況に、なってきております。はい、今日これからですね、また朝、日が昇って始発の段階に入ります。最新の運行状況、あるいは高速道路のあるいは道路の状況について、最新の状況を確認していただいてですね、交通機関、ご利用いただきたいと思います。以上、交通気象センターから、最新の状況についてお伝えしました。こんばんは。ここからも最新の地震情報、そして津波情報をお伝えしてまいります。コラ岸間ゆりかがお送りします。よろしくお願いします。さあ、おととい襲いました、巨大地震、東北地方太平洋沖地震ですけれども、どんどん各地で大きな被害が出てきているというような情報、いろいろなところから、聞こえ始めてくるようになりましたね。どんどん被害の情報広がってきているような気がします。現在もまだ大きな余震が続いています。
そして、地震に伴う津波の、警報ですとか、出ている状況ですので、まだ引き続き沿岸部には近づかないようにしていただきたいと思います。右下に出ています通り、太平洋沿岸部では津波警報、そして津波注意報が出されているところ広い範囲であります。皆さん、警戒して過ごしていただければと思います。チャットにご参加の皆さん、現在はどうでしょう。大丈夫そうですかね。まあ、こういう時だからこそ皆さんの、情報、現在の状況の報告、本当にですね、情報を伝えて、正確な情報を受け取って、情報を共有するっていうことは、こういった時すごく役に立つ、心が安心するっていう方多いと思いますので、皆さん、少しでも多くの方にリポートやチャットでご参加いただきたいなと思います。ただくれぐれも無理のない程度、無理のない範囲でお願いしたいと思います。さあ、それではですね、ここで、最新の地震情報、そして今後の天気について伺っていきたいと思います。では予報センターにつないでいきましょう。瀬山さん、よろしくお願いします。はい、それでは予報センターから、ここ、1時間の余震と、これから今日の天気の見解についてお伝えいたします。まず、ここ1時間ほどの、余震の情報から見ていきましょう。はい、現在ですね、ご覧の通り、余震はですね、午前1時59分にありました、茨城県沖を震源とする、震度3のですね、最大震度3の地震からですね、ここ1時間ほどは、余震は発生しておりません。日付が変わってから見てみますと、0時からのですね、地震の発生の回数を見てみても今のところ4回ということで、日付が変わる前は震度5弱の余震があったりとですね、かなり大きい余震もありましたけども、ここ3時間ほどはですね、若干ですけども、比較的地震の活動としては少ない傾向が続いています。それでもですね、昨日だけでも震度、5弱以上の地震が4回ほど、余震として発生しておりますので、引き続きこうした、大きい余震にですね、注意が必要な状態が、続くと思ってください。それではですね、今日1日のこれからの天気の、見解についてお伝えします。まず衛星画像の方から、雲の流れからまず見ていきますと、ちょうど現在九州の南部にややまとまった雨雲があり、ゆっくりと本州の南を進んでいます。また北海道にはですね、こちら、低気圧ですね、前線伴う雲が今通過しており、こちらこの地面ね、やや強い寒気を伴っています。今後ですね、この雲2つがですね、天気を、測る上でですね、この重要な、こちら雲になるんですけども、現在の状況、皆さんからの10分天気の報告を見てみますと、南から見ていきます。九州南部では鹿児島周辺でやはりね、パラパラ、さあ、そして一部ですね、ザーザーの強い雨が降っています。ただ、この雨雲、東シナ海側の方ではもうすでになく、これからですね、大体3時間ぐらい、大体午前6時くらいになりますと、こちらの雨雲は、抜けまして、東の海上に抜けて、雨雲自体は太平洋の東に進みます。このため関東や東海など、こちら、太平洋側のエリアに関してはですね、一部、紀伊半島などで雨雲は若干かかりますが、その後は、本州の方には近づくことなく離れながら、東へ進みます。一方、北海道付近にあります低気圧や前線伴う雨雲、現在、北海道の道北を通過して、これから札幌周辺、道南の方にかかってきました。皆さんの報告を見てますと、雪や、場所によっては、吹雪、そしてちらちらと降るという形の、報告は来ておりますので、今後もこの雨雲は通過するタイミングですね、北海道エリアでは、天気の、急変、そして変わり目はですね、すぐかなり、細かくですね、天気、目まぐるしく変わる状態となります。
一方、地震の被害のありました東北エリア、関東エリアに関しては、特に今現在、東北の、岩手県の方に一部、雲かかっているほかは、今のところ天気を崩すような雲はありません。関東付近も晴れの報告が多く、こちら、だんだんと、冷え込むような状態となってきます。それでは、今日の天気、見てみましょう。ご覧のようにですね、低気圧や前線などの雲、かかりやすい沖縄エリアの方では、しばらくですね、午前中を中心に雨の降りやすい天気となると思ってください。午後はですね、次第にゆっくりと天気は回復していきます。そして、九州が東北エリアにかけましては、基本的に晴れるところが多く、天気の大きな崩れはありません。九州南部にしましても、現在降っている雨も朝には止んできますので、大体その後も雲が多いものの、おおむねですね、昼間は雨の降るところは少なくなります。そして、被害の大きくなりました東北エリア、こちらの方はですね、基本的に晴れるところが多くなります。今まで続いた冬型の気圧配置も緩み、日本天気の大きな崩れはありません。そして、変わりやすい天気になりますのは北海道です。現在降っている雨や雪がですね、だんだんと道東の方に中心を移します。このため、道東のエリアでは午前中を中心に、雨や雪が降りやすく、特に、雪のところがほとんどになります。雪雲今かかっている道南や道北ですけども、こちらは、逆に、夜が明けてきますと天気が回復してきて、雲が覆いながらも、時折、日の差す天気となってきます。さあ、そして、今後ですね、向こう1週間の天気を見てみますと、次の天気の崩れは14日月曜日、西日本の方から雨が降り出しまして、東日本、北日本では、午後ないし夕方から、雨の降る天気となり、その後来週の前半はですね、冬型の気圧配置となります。このため、気温を見てみますと、特に東北エリアの方です。今日や明日あたりは、こちらですね、13、14日月曜日、雨の降るまでは、15度を超えて、昼間はですね、暖かく感じる日になりますが、その後は寒気の影響で一気に冷え込んでいきます。来週の半ばから後半にかけては、最低気温も氷点下、日中の気温もですね、5度を超えるかどうかとなってきますので、避難所などでですね、避難所支援されている方、また、ライフラインがですね、まだ停電など、復旧していない方にとってはですね、かなり厳しい寒さとなりますので、今後も暖かいうちにですね、いかに暖を取るかということがこれからのですね、対策となってきます。引き続き現在ここ1時間ほどは余震の活動少なくなっておりますけれども、このまま終わるというわけではありません。今後も5弱以上の大きな余震があると思ってですね、常に身の安全を確保しながら生活することになります。以上、予報センターから余震の情報およびこれからの天気の見解についてお伝えしました。予報センターに最新の余震情報について、そして詳しい今日のこれからのお天気についてお伝えいただきました。まだまだ、余震が心配な状況です。余震が起きた時に、一人で判断して外に飛び出したり慌てて、移動することのないようにしてください。まずは落ち着いて、一人では判断せずですね、周りの自治体の指示を仰いだりですとか、正確な情報を入れたりですとかして、一人の判断ではなく、そういった指示を仰ぐようにしてください。そして、大きな余震が起きた時、家の中で起きていろいろガラスが割れたりすることもまだまだあるかと思います。そういった時、慌てて外に飛び出さないように、そしてまずはスリッパや靴などを履いて、そして頭上を守るものを、ヘルメットですとか防災頭巾、もしくはタオルなど頭を守るものを巻いて、外に出るようにしてください。崩れそうな部屋、建物にも近づかないようにしてください。さあ、天気の方ですけれども、今日は比較的晴れるところが多いようですね。ただ今夜まだまだ冷え込みますので、夜ちょっとまだ外で、
足止めされている方ですとか、寒い思いされている方多いかと思います。できる限り暖かい服装をして、できるだけ防寒対策しっかりとして、風邪など体調崩さないように気をつけていただきたいと思います。さあ、ではここで皆さんからいただいた現在のリポートがまとめてあります。皆さんからいただいたリポートの情報をまとめてあります。特設サイトの、ウェブサイトのご紹介をさせていただきたいと思います。こちらご覧ください。東北地方太平洋沖地震について毎日情報を更新させていただいています。こちらいろいろ被害の現在の状況について詳しく書かれているんですが、福島の原子力緊急事態宣言ですとか、はい、予報センターから、余震の情報をお伝えします。午前3時9分ごろ、福島県の浜通りで、最大震度4を観測する余震が発生しました。繰り返します。午前3時9分ごろ、福島県の浜通りで最大震度4を観測する余震がありました。また隣の福島県の中通りでは震度3、福島県の浜通りで震度4とですね、こちら午前3時9分ごろ再びですね余震が発生しております。またこちら余震の細かい情報、詳しい情報が入りましたらまた随時予報センターからお伝えいたします。以上、予報センターから余震の情報をお伝えしました。余震が発生したようです。震度4、最大震度が、震度4の余震が発生しました。まだまだ余震が続く恐れがありますので、皆さんくれぐれも落ち着いて行動をするようにしてください。はい、さあ、先ほどの、特設サイトのご紹介、続きご案内していきたいと思います。こちらなんですけれども、福島県の原発の心配のお話ですとかですね、こちらに関して言うと、先ほどちょっと地震も余震も発生しまして、大変心配な状況が続いています。近隣にいらっしゃる方、自治体の指示に従って避難してくださいというようなことも詳しく書かれていますので、こちら今回の地震で、今後の注意点ですとかも書かれています。この後どう行動していけばいいのかっていうところ、地震はもちろんなんですけど、地震で心配なのは津波なので、津波が起こった時にどういう行動をすればいいのか、もう一度確認をしていただいて、何度も読んでいただいて、実際起こった時に冷静に行動できるようにしていただきたいと思います。はい、そして、今後の天気についても解説していますので、ぜひこちらも参考にしていただけたらと思います。はい、さあ、そしてですね、こちら皆さんからいただいた減災リポートなんですけれども、まだまだ現在の報告いただきたい状況です。ぜひ、現在の状況、皆さんの少しでも今の状況のリポートをいただけたらと思いますので、こちら携帯サイトから募集しておりますので、ぜひ送っていただけたらと思います。こちらウェザーニュースの携帯サイトのトップページになります。はい、トップページから入りますと、一番上にですね、減災リポートの2番目ですね、被害リポートを見る送るのところがありますけれども、こちら通常ですと会員の方のみ参加できるところにはなるんですが、現在は無料で開放しています。ぜひ皆さんのご参加お待ちしています。まず現在の状況ですね、どんな小さなことでも構いませんので、
ぜひ災害情報を、正確な情報を送っていただけたらと思います。コメントだけでも結構です。写真を、送っていただく方、くれぐれも安全な場所から撮っていただくようにしてください。はい、ということで、実際にいただいたリポートもこちらから見ることができます。皆さんからいただいた情報、このソライブの中でも、随時お伝えしてまいりたいと思いますので、お願いします。ではここで、いただいた減災リポートをご紹介してまいります。茨城県の方からです。瓦が落ちたり塀が倒れたり壁にひびが入ったりしています。ポンプから出ていると思われ水道管が通っている道に亀裂が入り漏れていましたが、断水中のため今は漏れはないです。井戸は使えますということで、ライフラインの停止、体験されている方非常に多いようですね。関東でも、たくさんの方、世帯にですね、この、断水の状況リポートをたくさんいただいています。水がないといろいろなことができませんのでね、周りの方にいろいろ声をかけて、それでこういう時は協力し合って水が出るところに、お願いして集まるっていうのも一つの手段かなとは思います。そして茨城県こちら水戸市の方、私の住んでいるアパートは初日は断水、そして電気が止まってしまいろうそく生活でした。今はガスと電気ともに復活しましたが、水道がいつものようには出ません。なので頑張って節水中ですというリポートを寄せられています。チャットの皆さんでも、コメントいただいていますが、生活用水がないと困りますということですよね。そうですね、水がないと、自衛隊の方の給水待ちになってしまうというようなお話もありました。そうですね、私が千葉の幕張なんですけど、こちらもちょっと建物によっては断水してしまっているところがあります。実際住んでいるところも断水して水が出なくなってしまっているんですけれども、幸いにも周りに出るところがありますので、そちらに集まったりしてなんとか過ごしている状況ですけれども、実際どこも水が出ないっていうお話になりますと、やはり自治体の指示を仰ぐことしかできない状況かもしれませんね、今は。はい、さあそして練馬区の方からのリポートです。家が古い木造家屋なので余震のたびに揺れます。外壁に亀裂など入ってしまいましたが、棚が倒れたりはありませんでした。でも、一部家屋が開かず、未確認状況です。中を未確認状況ですということですが、そうですか、ちょっと余震のたびに揺れますということで、まだまだ余震が都内でも続いています。ぜひですね、余震の時に心配だったところっていうところは必ず補強していただくか、もう危ないものは下に下ろすなどの作業をぜひしていただければと思います。意外とテレビ、薄型のテレビに現在なっているお家多いと思いますので、ものすごく倒れやすいので、そういったところもですね、即興でも構わないと思いますので、ちょっとテープで固定するなど何か対策を施した方がいいかと思います。まだまだ余震の心配がありますので気をつけていただければと思います。そして千葉県からもいただきました。震災から2日目の夜を迎えました。余震の数は1日目に比べてかなり少なくなってきました。しかしガソリンスタンドに行くと灯油のみしか販売していませんでしたとコメントいただいています。
そうですね、だいぶ余震も数としては落ち着いてきてはいますけれども、まだまだ大きな余震の心配はあります。そしてガソリンスタンドに行くと、あ、ガソリン自体が売ってなかったということですね。なくなってしまったということなんでしょうか。かなり、ガソリン自体の値段も高騰しているところなどもあるようですね。ということで、かなりガソリン自体のものも少なくなってしまっているということですので、そういったところにも影響が出てるんですね。はい、とのことで、皆さんからリポートをいただきました。この後も減災リポート、まだまだ、現在の状況の報告お待ちしていますので、送っていただければ幸いかと思います。ただくれぐれも、何度も繰り返しますが、安全なところからリポートをするようにしてください。お願いします。それではこの後の天気を詳しくお伝えします。今日は全国的に晴れるところが多くなりそうです。まずは西日本からお伝えします。福岡や広島、大阪は今日も日差しが届いて春を感じられる暖かい陽気になります。ただ朝晩はまだ寒いので寒さ対策が必要です。那覇は変わりやすい天気でざっと雨が降る可能性があります。また引き続き津波が発生する恐れがあります。特に太平洋側の海岸沿いにお住まいの方は近づかないようにしてください。続いて東日本です。金沢は暖かな日差しが降り注ぎます。ただ今までの地震や新たな余震の影響で雪崩や落雪が起きる可能性があります。名古屋や東京は昼間太陽が活躍し春の陽気となりますが、夜はまた冷え込みます。引き続き余震による津波の可能性がありますので、海岸には近づかないようにしてください。おしまいに北日本を見ていきましょう。仙台や秋田は朝冷え込みますので、万全の寒さ対策をしてお過ごしください。昼間は暖かくても夜はまた冷え込みます。万全の寒さ対策をしてお過ごしください。札幌は朝雪が強く降り強風で吹雪になることもあります。あられや雷にも要注意です。昼間は日差しが届いても夜はまた雪になりますので、早めの帰宅が良さそうです。以上、全国のお天気をお伝えしました。
ここからは今回の地震に関する詳しい情報、そして地震津波の最新情報を予報センターに伝えていただきます。それでは予報センターよろしくお願いします。ここからですね、予報センターと地震センターの阿部さんをですね、お招きしまして、今回の地震についてですね、皆さんにいろいろと、見解、今後の、余震などについてお伝えしたいと思います。阿部さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではですね、まず、最初にですね、現在、今日に日付が変わってからですね、余震の状況、まず見ていきたいと思います。はい、まず余震ですけども、発生からもう、1日半、を、ね、経とうとしている状態ですけども、先ほど3時9分に、福島県沖で最大震度4の、余震がありましたけども、まだまだこの3から4の、地震はまだ続くというふうに思っていいんでしょうか。はい、余震は引き続き続くといった状況ですが、次第に減ってきていますよね。はい、この減ってきている状況をもう一度グラフで見ていきたいというふうに思います。はい、出せますでしょうか。はい、こちら地震が起きた直後の、余震の数です。縦軸が余震の数で、だいたいこれが6ですかね。そうですね、7ですね。はい、1時間に7回、これ1時間ごとのグラフになっていますね。7回、最大ではだいたい10回ぐらい、1時間にだいたい震度3以上の地震が10回ぐらいですかね、起きている時間帯がありましたが、徐々に減ってきて、1日経った今では、こういった状況、多い時だいたい22時23時これ6回ぐらい起きてましたが、2時までの段階、1時から2時の1時間では1回も起きなかった時間帯がありましたね。はい、2時台は、1回も、ね、余震の方は観測されていませんでしたね。はい、3時に今1回あるといったお話ですので、こういった形で大きく見ると、地震発生から次第に余震の数減ってきているといった状況ですので、はい、今日の夜は昨日に比べるとちょっとドキッとするかな、する地震がですね、減ってくるといった状況になりそうですね。そうですね、昨夜などはかなり立て続けに頻繁に余震が、入り続けまして、そうですね、かなり地震の情報をずっと伝えっぱなしでしたけども、これを見ますと大体山がありながらも少しずつ少しずつその山、は下がってきているというふうに見ていいんでしょうか。はい、少しずつ減ってきているといった状況ですね。ただこれではまだ油断ができないというのが、余震の怖さでして、はい、マグニチュード7クラスの余震、ドンと起きるとその後また余震が増えるといった状況になる可能性もあります。ですので、そのあたりの余震引き続き注意いただければと思います。こちら地震が発生してから、東北エリアで発生した地震の分布を表しています。この絵を見ていただくとですね、東北の沖合、はい、陸に近いエリアから離れたエリアまで広い範囲に分布していますが、こちらの白い矢印があるのが、本震ですね。はい、この、オレンジ色の大きな丸が、今回、最初の11日に起きました、2時46分に起きたこの一番大きい丸が今回の本震の丸ですね。本震の地震です。はい、オレンジが比較的浅い地震で、黄色いところが、深い地震と、比較的深い地震という形になります。この丸の大きさがバラバラになっているのは、いろんな小さい丸や大きい丸がありますが、これは、地震の規模を示すマグニチュードの大きさに、はい、するということでいいんでしょうか。はい、大きい丸ほどマグニチュードが大きいといった図になっています。見ていただきますと、南は千葉の房総半島沖から、北は岩手県の三陸の沖まで広い範囲で分布しています。はい、こちらにプレートを潜り込んでいるといった状況でして、そのプレートが下がっているところで歪みが溜まって、このような地震が発生したと、プレート境界で発生する地震ですね。今回の地震という形になりますけれども、かなり広い範囲でそのプレートもう割れてきたかなといった状況ですが、またこの北側ね、地震がないエリア、はい、何もないですよね。ありますよね、北海道にかけて。実はプレートこの北側にも伸びていまして、はい、今回の地震で引き続き割れるかどうかといったのはまた別ですけれども、可能性としてはこういったところが割れるとですね、はい、マグニチュード7クラスまだ可能性があるといった状況、そして、千葉房総沖でもし割れると同じように7クラスある可能性もあるといった状況ですので、まだまだ引き続き余震に注意が必要といった状況です。
うするとかなり、岩手県の沖合から、まあ、千葉県の沖合まで、かなり、帯状に、ね、震源がこう、連なっていましたけども、今後もこの空白、まだ今回一連の余震では震源としてなっていないエリアでも、はい、まだ可能性があると。はい、そしてこちらのすでに発生したエリアでもですね、まだまだ地震余震の起きる可能性がありますので、はい、引き続き広い範囲で余震に注意というのとですね、もう一点、一つこちら長野県にですね、地震発生しましたよね。はい、そうですね。震度6強と6弱の2回ですね。はい、はい、こちらの地震ですけれども、この地震はですね、このプレート境界の地震とは全く別の、はい、近くの長野地震ですということになって形ですので、全く直接は因果関係がないんですけれども、どうも今回のこの地震で誘発された可能性があるなといった内容になっています。このように大きな、プレート境界型の地震が起きた後に、内陸で、地震が起きるといったところは、1940年代の東南海地震でも見られまして、はい、プレート境界の地震が起きた1ヶ月後ぐらいに、三河地震というのが、東南海地震では発生しました。ですので引き続きですね、余震は減ってますけれども、大きな地震起きる可能性があるというふうに思っていただいて、注意いただければというふうに思いますね。じゃあそうしますと、これだけ規模の大きかった地震によって、本州の内陸の、まあ、活断層がそれを、まあ、刺激を受けるような感じというふうに理解してよろしいでしょうか。はい、誘発というふうに言うようですけれども、その因果関係がどこまであるかというのは非常に難しいところですけれども、事実としては東南海地震の大体40日後ぐらいに、はい、三河地震が起きたという事例があるのと、まあ、そういった事例たまにあるというようなことだというふうに、捉えていただければいいかなというふうに思いますね。はい、そうしますと、今後も余震の方は少しずつ回数は減ってはきますけども、まだ、規模の大きい少ない中でも規模の大きい余震の発生の可能性がある、はい、それだけ、まあ、油断してはならないということになりますね。そうですね、大きな余震が起きると、またその余震の余震という形で、余震全体の数も増えてくるといった形になりますので、ここ1ヶ月程度は、注意が必要といった状況になりそうですね。はい、じゃあそうします。またその地震の一つ一つの間隔が空いてくるだけに、また急にやってくるような感じの印象を受けてしまうかもしれないですよね。はい、お休みになれるときには、頭の上に物が落ちてこないといった状況を常に作っていただいて、余震がいつ来ても大丈夫なような、そういった体制で、生活に臨んでいただければというふうに思いますね。なるほど。じゃあそうしますと、あれですね、やっぱ割れてくるものなどの対応としても、スリッパや履物なども必ず枕元やっぱ置いておきたいですよね。そうしますと、そうですね。はい、はい、わかりました。では、そうしますとですね、続いてですね、今後も、皆さんの方、今後も、東北、そして関東だけでなく北海道周辺からですね、各地でですね、まだ大きな余震の、発生する可能性がありますので、引き続きですね、津波だけではなく、余震に対しても、厳重にですね、警戒する必要があります。注意する必要があります。ですので今後も身の回りのものの整理、そしてまた落下することのないような防御策もですね、これからまだ、対処方策を取ることまだ間に合いますので、されてないという方はぜひ対策するようにしてください。はい、ではですね、続いて、今度は地震からですね、この各地、地震の被害を受けたエリアのですね、気象のところをちょっと細かく、見ていきたいんですけども、やはり今回津波の被害を受けたところ、宮城県福島県のところ、今後もこの津波だけではなく、気象からもですね、かなり、福島県の方をちょっと注目して見ていきたいんですけども、はい、上空の風の状況をちょっと見ていきたいというふうに思います。今皆さん一生懸命活動されていて、福島県の、まあ、原発の周りの風などを気になさっている方もいらっしゃると思いますので、風の状況だけ、明日の予報をお伝えしたいというふうに思います。だいたい西風になってまして、東の方に向かって吹いているといった状況、こちら昼間の状況ですね。少々南風の成分がありまして、夜になってくると南風の方が強くなってくるといった状況で、どちらかというと南西から北東にかけて、向いて、風の方を吹いてくるといった状況になりそうです。そうしますと、大体やはり陸地から海上にかけて、まあ、風が吹くような状態が今日一日、まあ、続くというふうに思ってよろしいでしょうか。そうですね、陸地から海に向かって風は吹くといった状況が続きそうです。はい、じゃあそうしますと、現在の風の状況も、見ていきたいと思うんですけども、こちらが今ですね3時、過ぎのですね、こちら、風の状況ですが、こちらがね福島県になります。今もこの、矢羽根地震を見ていますと、やはりだいたい南から
南風ですかね、やはり南西の風でちょっと風向きが、出るようですけども、大体そうしますと今後このような大体似たような状態が大体今夜昼そして夜にかけて続くような感じで見ていけるというんですかね。そうしますと、はい、そうですね、現地にいらっしゃる方、ちょっと内陸に入ると、風の方ですね、今夜は弱い状況になっているエリアも多いかと思いますけれども、日中になってくるとですね、風の方を、ちょっと強く吹いてくるといった形で南の成分、南西の風が吹きやすい状況になってくるといった状況になりそうですね。はい、今後もですね、こうした、この風の状況、また、地震の状況についてもですね、まとめ次第ですね、また皆さんに最新の見解と合わせて、お伝えしていきたいと思います。では最後にですね、津波のですね、情報の方に、ちょっともう一度、見ていきたいと思います。現在、こちら発表されている、津波ですけども、昨日のですね、夜7時過ぎですね、日本海側の方は注意報が解除されました。そして現在津波警報として残っておりますのはこの最初のですね、震源に近い東北の太平洋側のエリアにですね、その他の北海道や関東、伊豆諸島、小笠原、そして東海地方から九州、沖縄の本島の奄美大島ですねにかけては津波注意報ということですけども、まだまだこの発生から1日半が経とうとしている中でもまだ警報と注意報続いておりますけど、これまだどれくらい続くと思っていますか。どこまで続くかなかなか難しいところなんですけれども、なぜなら余震が起きるとですね、またそれで津波が発生して海面が変動するといった状況になります。津波のこの注意報も含めて解除されるのは海面変動がだいたい20センチより下になってくると、この注意報も解除されてくるというふうに思うんですけれども、まだ県庁所のデータを見ますとですね、かなりこうアップダウン上がったり下がったりという海面の変動がまだある状況です。そして余震が発生するとまた津波の方の可能性もあるということもありますので、この津波いつ頃まあなくなってくるかといったところはまだちょっとわからない状況ですね。そうします。今後の余震の活動と引き続きですね、またその潮の状況を見ますと、ではまだまだ地震本震が金曜日のですね、昼過ぎに起きて1日2日と経ったからといって、まあ、海岸に近づいていいっていうわけではないわけですね。海岸には絶対に近づかないようにしていただきたいというふうに思いますね。はい、今後もですね、津波警報の出ております、東北の太平洋側、そしてその他の太平洋側のエリアの方もですね、津波注意報まだまだ、続いております。引き続きですね、海岸には絶対に近づくことのないようにしてください。それではね、以上、津波、そして余震、そして東北のですね、風向きについてですね、予報センターからお伝えしました。予報センターから最新の地震に関する情報、津波に関する情報を伝えていただきました。続いては道路鉄道に関する情報です。交通気象センターに最新の情報を伝えていただきます。お願いします。はい、交通気象センターから最新の道路と鉄道の状況についてお伝えいたします。最新の状況ですね、状況に大きな変化はございません。引き続き、東北地方の道路鉄道ともに、壊滅的な状況、関東の方の、鉄道道路につきましては、少しずつ、復旧がしているという状況になってきております。で、東北の皆様、やはりこの時期ですね、この時間帯もう夜間ですけれども、非常にその道路鉄道に関して気にされている様子が皆様のリポートからも確認ができるんですけれども、こちらの、内容ですね、ご覧いただきたいと思いますが、福島県の、郡山市、のリポーターさんですね。でこの中で、灯油ガソリンが欲しいですと。で東北地方では車なくして行動はできません。災害派遣のトラック同様タンクローリーも優先できるシステムが欲しいですねという内容でございました。で、このように災害派遣のトラック、タンクローリーとかですね、こういった車両の方も走れるような余裕がないような、道路のその非常に乱れている状況、こういったものも伝えていただいております。で、おそらくですね、さまざまな道路でですね、走れる状況じゃない、そういったことが続いているかと思いますけれども、例えばですね、ここの道路は走れたとか、ここは比較的、安全に、走行できた、みたいなですね、そういう情報も、皆様からリポートいただければと思います。
でそういった情報もですね皆様のと共有することで被災地の皆様にとってですね足として非常に重要な車、こちらを少しでも安全に、活用していただいて被災地から少しでも移動して、生活物資の、を調達するとか、避難物資を、確保するとか、物を届ける、そういったことにも活用していただくことができるかと思います。こういった日々の生活の中で、少しずつでもですね、何かうまくいったとか役に立ったとかそういったようなことに関して道路に関してもですね情報いただければ、こちらソライブおよび、交通基礎センターのサイトからも随時お伝えしていきたいと思います。はい、であと道路のですね特に高速道路の状況につきましては東北地方および関東地方の東北に向かう高速道路引き続き通行止めが続いている状況になってきております。でこの時間帯一件ですね変化でございますが現在まだちょっとこちらの画面には反映されておりませんけれどもこちら京葉道路の方ですね幕張から市川こちらの区間に関しては通行止めが先ほど解除になったという情報が入ってまいりましたので京葉道路の方も現在走行可能な状況になっているということを付け加えさせていただきます。でそれ以外首都圏から東北地方に向かう高速道路は引き続きすべて高速道路通行止めが続いているという状況になりますけれどもこちらの方ですね緊急交通路指定路線ということで高速道路を災害復旧用の路線として優先的に活用するという路線をですねこのようにすでに指定されているという状況でございます。こういった道路は安全が確保されている状況であってもですね災害復旧を優先させるために通行止めが長引くということになるかと思いますのでそのあたり皆様ですね情報の方常に認識していただければと思います。でおそらくですねこちらのリポートの内容にあります通りですね、栃木県足利市の白ママさんですね災害派遣に向かう自衛隊ということでこちらの写真にありますようなですね災害復旧の車両こういった車両がですね高速道路をどんどん通過していくとそのために先ほどの高速道路は災害復旧用の路線として最優先で活用するということになりますのでぜひそのあたり皆様こちらの東北地方の復旧を最優先で使っているということもご認識いただければというふうに思います。はい、続きまして鉄道の状況です。鉄道はですね今日も日中徐々に関東地方の路線では少しずつ復旧に向かっておりますけれどもやはりダイヤの乱れは続いておりました。で今日これから始発を迎えますが今のところですね関東地方の主要な鉄道に関しては平常運行でスタートするというふうな目処があるようでございますけれどもやはりまだまだダイヤの乱れは続きそうです。はい、こちらですね現在のところこちらに書いてある関東地方の路線ですねこちらに書いてある関東地方の路線については始発からもまだもしかするとちょっと乱れが生じる可能性があります。で、それ以外にですね、新潟県あるいは長野県の路線はこちらで発生した地震によって上越線あるいは飯山線といった路線が現在は運転見合わせは一旦なくなっておりますけれどもこちらも始発から運転見合わせになる可能性があります。でこれ以外にも北海道あるいは西日本の路線で津波大津波警報または津波警報によって運転見合わせが続いている路線がいくつかあります。こちらにつきましてはこの後現在津波大津波警報は解除されて津波注意報に変わっている路線が多いですのでこの後始発からの運転の状況については最新の状況が入り次第お伝えしたいと思います。はい、鉄道の方もですね、少しずつですけれどもダイヤの方は復旧に向かっておりますけれども引き続き東北地方を中心とした路線は甚大な影響が出ているという状況です。各鉄道会社さんの方はですね復旧に向けて安全確認を徹底的にされています。鉄道のその線路、架線、車両こういったものの安全が確認された段階で随時鉄道は復旧に向かうということになりますのでこのあたり最新の状況がですね判明しましたら随時お伝えしたいというふうに思います。はい、以上交通基礎センターから最新の情報についてお伝えしました。
交通気象センターの方に最新の鉄道そして道路に関する情報を伝えていただきました。だいぶですね、開通してきている道路そして鉄道増えてはきましたけれども、まだまだ復旧が、の見込み目処が立っていないところもたくさんあります。ですので、まだですね、最新情報をこまめにチェックしていただいて、何かしらの対策皆さんご自身で取っていただく形になるかと思います。さあではここで、減災リポートの、送り方といいますか、リポートを送れるようになってますので、その携帯サイトのご紹介させていただきます。こちらです。こちらウェザーニュースの携帯サイトのトップページになります。大津波警報そして津波警報の情報もこちらから見ることができますが、2番目に、今日は来ていますが、被害リポート見る送るという項目ボタンを押していただきますとですね、今回の地震に関する現在の状況、詳しい、正確な情報を皆さんに伝えていただきたいなと思います。普段ならばウェザーリポート会員様限定なんですけれども、今回は無料で開放しています。どんな小さな災害でも構いません。どんな方でも見ることができますし送ることができます。ぜひぜひ、今の現在の正しい情報を皆さんで、確認し合っていければと思います。こういう正確な情報、こういう混乱するところだと、必要になってくることって結構ありますよね。割と連絡がつかなかったりテレビが見れなかったりするようなところもまだあるようですね。停電が続いているようなところもあるようです。ラジオしか聞けないというところもあるようですけれども、携帯がつながるところの皆さんだけでもですね、正確な情報っていうものは、確認し合っていければ、幸いかと思います。少しでも、正しい情報、最新の情報を知っておくのと知らないのとでは、だいぶ今後の行動自体も皆さん変わってくるかと思います。危険な場所には近づかないですとか、こういう人によっては対策方法もそれぞれ違ってくるかと思いますが、それぞれの一人一人の対策方法を参考にして、皆さんで乗り切っていければと思います。さあではここでですね、航空に関する情報も最新の情報を伝えていただきましょう。航空気象担当の方にお願いします。よろしくお願いします。はい、航空担当の足狩と申します。よろしくお願いいたします。はい、本日の状況ですが、こちらをご覧ください。本日ですから日本列島、北海道ないしは九州にかけまして、降水の、雨の影響ですね、こちらございますけれども、運航には影響ない見込みです。昨日から、引きずっております、仙台空港および花巻空港の地震の影響によりまして、こちらすでに欠航の方が決まっております。それから茨城空港ですけれども、こちらも空港施設のターミナル天井が落下した影響によりまして、すでに本日欠航が決定しております。また秋田大館能代空港につきましては、昨日停電の影響で欠航しておりましたが、本日は運航影響なく平常運航の見込みです。福島空港に関しましても同様です。それから成田空港及び羽田空港に関してなんですが、羽田空港本日国内線ほぼ平常運航の見込みです。しかしながら成田空港に関しましては、一部の国際線に関しまして欠航ないしは遅延運航の見込みでございます。それから西日本の空港に関しましては平常運航の見込みです。本日の状況はこういった状況になっております。以上、航空から足狩がお伝えいたしました。